ナバーラディオーはスペインナバーラ州にあるワイン産地。スペインワインの原産地故障であるデノミナシオンでオリヘンでは原産地故障に指定されている。かつてはロゼワインで知られていたが近年には質の高い赤ワインや白ワインも生産している。2010年のブドウ栽培面積は3317円で計13064ヘクタール。 ワイン生産量は116社で、計6、061006、200リットルである。ナバーラ州におけるワイン産地薄桃色イコールナバーラ、ノ桃色イコール、リオハナバーラは、ナバーラ州南部にあるドゥ認定地域であり、エステーリャ、サングエサ、タファリャ、オリテ、トゥデラなどの町が含まれる。ラリオハ州の州と、ログローニョと、ナバーラ州とパンプローナを結ぶ A-12、 ゴーセン沿い、トゥデラとラリオハ州アルファロに挟まれたエブロ川沿いの河岸部に主要なワイナリーが集まっている。ナバーラ州南部の中でもアラゴン州との宗教にある半乾燥砂漠地帯のバルデナスレアレスや州最南端のコルテスなどの町はナバーラに含まれない。また、ビアナ、メンダビア、サンアドリアンなどラリオハ州に近い町はナバーラ州にありながらナバーラではなく、 リオ派に含まれる。ナバーラは5つのサブゾーンに分けられる。ピレネー山脈に近い北東部のバハ・モンターニャ、中央部のリベラ・アルタ、エブロ川沿いにある南部のリベラ・バハ、北西部のティエラ・エステイリア、北部のバルディ・サルベである。南側半分は暑く乾燥した地域で、灌溉が必要である。北側半分は産地に近く冷量で、多様な土壌を持つ。25自治体からなる。 アルガ川の上流域にある。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の複数の道が集約される戦略的重要性の高い位置にある。38自治体からなる。バルディサルベの西側にあり、エガ川の中流域にある。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路が通っている。26自治体からなり、降り手を中心としている。アルガ川、エガ川、アラゴン川の下流域。 エブロ川の左岸にある。22自治体からなる。アラゴン川の中流域にある。14自治体からなる。テロワールやワイナリーの数などの点では、ナバーラを構成する5地域の中で最も重要な地域である。エブロ川の右岸、乾燥した砂岩室の平原上にある。ナバーラの大部分は大陸性気候であり、厚く乾燥した夏季と寒い陶器を持つ。 隣接するリオハより温暖で大陸性気候の影響が強いとされる。北部は大陸性気候ながら大西洋の影響を受けており、果実が成熟する期間中は穏やかな暑さであり、夜間は8月から涼しくなり始める。ナバーラの都市平均降水量は6 2 5トルである。標高の高い地域では偶発的な構想や、 暴力的な嵐に見舞われる可能性がある。ナバーラ北部では絶えず、西風が吹くため、ブドウ畑がある大地上にはいくつもの風力、発電機が設置されている。フランスのボルドー地方より標高が高いため、ボルドー地方と同じ品種を使用していても収穫時期は遅く、収穫が12月までずれ込む畑もある。ナバーラ地方でのブドウ栽培やワイン生産の歴史は、 紀元前2世紀に古代ローマ人がワイナリーを建設した時に遡る。アレラーのファルセス、ルンビエール、ムルサーバルで、アンディオンでの考古学的発掘調査でワイン醸造所の遺跡が発掘されている。中世のナバーラ地方はフランス王国と密接な関係にある独立した王国であり、サンティアゴの巡礼路を歩く巡礼者からの需要によって、どう栽培が発展した。 12世紀には、ナバーラ地方のワインが国外に輸出され、巡礼者向けのガイドブックには、ナバーラのワインは美味であるから、決してワインの虜になってはいけない。悪意のこもった振る舞い酒にも用心をとし記されていた。13世紀から14世紀にはネーデルラントなどに輸出され、18世紀初頭には、ロシアのピョートル大帝がアルコール度数の高いナバーラ地方産の赤ワインを愛好した。 1852年にはフランスボルドーでうどんこ病が発生して流行し、3年後の1855年にはナバーラ地方にも流行した。ナバーラでは深刻な問題には至らなかったが、うどんこ病に比較的強いアラゴン地方原産のカルナッチャダネが持ち込まれ、ナバーラ地方やリオハ地方でも栽培されるようになった。1860年代以降には、 ボルドーを含むヨーロッパ全土に外中フィロキセラが蔓延したが、フィロキセラのスペインへの到来は遅れたため、フランスに向けたバルクワインの輸出で活況を呈し、特にエブロ川沿いの菓子地域ではオリーブ畑などからブドウ畑への転換が進んだ。スペインにはフィロキセラを逃れて、フランスから醸造家がやってきたが、広大な土地に野菜畑などが広がっていたナバーラ地方ではなく、 すでに鉄道が敷かれていたリオハ地方に定住し、リオハ地方のワインの質を高めた。ナバーラ地方がカルリスタ戦争で正常が不安定だったことも、フランス人醸造家がナバーラ地方ではなく、リオハ地方に向かった理由の一つとされる。ナバーラ地方の1877年のドウ栽培面積は3万ヘクタールだったが、1889年には4万8千ヘクタールとなり、 19世紀末には、過去最高の54,500万4ヘクタールにまで増加した。ボトルに貼られたドゥーニンテーラベル1890年代になると、フィローキセラがスペインにも流行し、ブドウ畑は1909年時点でわずか713ヘクタールにまで減少した。総栽培面積の98%に相当する5万ヘクタールが、フィローキセラによって破壊されたと推定されている。 1910年以降にブドウ畑が再興されるに、あたっては、フィローキセラに抵抗を持つ、新世界から持ち込まれた大義に継ぎ木する方法が、取られた。生産されるワインは、質より量が重視され、手がかからず体感性に優れたガルナッチャ種が広い、範囲に植えられた。特に、テーブルワイン用のロゼワインや、ブレンド用の赤ワインなどが生産された。1920年代には、 ワイン共同組合が増加し、生産量を増やして、膨大な量の低価格ワインを輸出した。1932年にワイン法が制定されて、原産地故障制度であるデノミナシオンでオリヘンが設置されると、ナバーラは1933年にドゥーに認定された。フランコ体制末期以降には、国内外でワイン市場が拡大し、ナバーラ地方では、 リオ派地方同様の良質なワイン作りが模索された。1970年代までには近代的な生産設備が導入され、土着種の天ぷらにダ種への植え替えが進んでいたが、ナバーラ地方での天ぷらにダ種のワインの質は低かった。リオハは天ぷらにダ種の高品質化を追求したが、ナバーラでは国際品種に目を向け、1973年にはメルロー種、 カベルネ装備に4種、シャルドネ種などのフランス品種が認可された。1981年には、折り手に、ナバーラ州立ぶどう栽培、ワイン醸造研究所が設立され、土壌、気象条件、品種、ぶどう栽培、ワイン醸造、損熟成に関する研究を行っている。州立研究所の成果の一つに、当時は困難とされていた、損熟成を行わないシャルドネ種産ワインの、 生産成功などが挙げられ、このナバーラ地方独特の若い白ワインは国際的なワインコンクールで高く評価されている。1980年代には民間のワイナリーや共同組合が高品質ワインのボトリングやラベリングを開始した。1980年代から1990年代にかけてイギリスのワイン専門誌はナバーラの外来種産ワインを称賛した。しかし、 外来種を導入したことで、オーストラリアワインやチリワインとの競争にさらされ、国内では、リオ派の廉価版というイメージが付きまとった。ガルナッチャタネ下の品種が、原産地故障統制委員会に認可されている。ナバーラのブドウ栽培面積の95%は、黒ブドウ品種が占め、黒ブドウ品種は赤ワインとロゼワインの生産に用いられる。ナバーラは、 ガルナッチャ種100%のロゼワインで有名であり、甘みと酸味のバランスの良さ、鮮やかな色合いと、濃密な味わいが特徴である。しかし、白ぶどう品種の割合は年々増加している。品種別の栽培比率は、ガルナッチャ種が32%、天ぷらに色種が36%、カベルネソービニオン種が13%、メルロー種が11%、残りは、 グラシアーの種とマスエロ種などである。主要な白ドウ品種はビウラ種、シャルドネ種、ガルナッチャブランカ種である。19世紀末のフィロキセラ後には種としてガルナッチャ種を栽培していたが、1970年代には相次いで外来種を認可する国際戦略を取った。現在では天ぷらに色種がガルナッチャ種を抜いて栽培面積第一位である。カベルネソービニオン種。 メルロー種、シャルドネ種などの外来種も目立ち、カベルネソービニー4種は栽培面積第3位である。太陽光を最大限に浴びせるために、また機械の導入を容易にするために、ナバーラの多くのブドウ畑では木が垣根状に仕立てられ、採植密度は2400株、ヘクタールを超える。5つのサブゾーンすべてで、収量は規定値の8 0 0 0ラムヘクタールを下回っており、 バルディサルベでは約6 2 0 0ラム、ヘクタール。南部では約7 8 0 0ラム、ヘクタールである。ボデガスチビテのグランフェウド。ありがとうございます。